石亮平です、僕は、キッズコースでは、入門と、中級を教えてます。でレギュラーコースでは中級をやっております。今回の動画は、入門用に、基礎のステップ、ベーシックなステップ と、ベーシックな音の取り方と、織り交ぜてますので、よかったらご覧ください。はい、じゃあ振り付けの方ゆっくりやっていきたいと思います。まず右足上げて、ちょっと前に下ろした時に後ろの足が下がる。で反対下がる。で3回いったらお尻とかかとを前向けて戻る。で同じことを左足右足左足ねじる。できたら右足キックついて横向き左向きね。で戻って蹴ってついて右向き戻る。でそしたら右足から1,2,3,4,5ジャンジャンジャンプして、蹴って左足蹴って手伸ばす。でこれを引っ張った時にジャンプ。で来たら右足を踏み踏み、ちょっとかかとで踏むイメージ、踏み踏みジャンプ。でこれで横向き、反対左足で踏み踏みジャンプ。これで後ろ向き。でそしたら右足からステップステップ、2回チョン。でこれで前を向けるようにして2回チョン。こいつのチョンの時に横にスライド戻る。スライドだーだ前行って回ってチャカチャカチャカです。やっしょ。はい、入門の、動画だったんですけど、ちょっと、ステップ自体はすごく、初心者向けというか、一番初めに習うべきであろう、ステップになってるんですけど、ちょっとこう角度だったりとか、見せ方をちょっとは難しくしてるというか、慣れてきたらいろんな角度で踊れたりとか、自分の思うかっこいいっていう部分を、探してってやって、いけるような、クラスにしていきたいなと思ってますので、よかったらお越しください。